っていうわけで、ちょっともうお茶にしようかな。だからだな、これは。なんかこうやってなんかそれで売り切れたらどうしよう。すっごい、すっごい割り込み、すっごい、ごくり。何買いました今。待って待って、言ったらマジで売り切れます。すごい持ってる。すみません、売り切れた。あ、もうごくり買おうと思ってたのに。今話してたのに。でも本当に売り切れになっちゃった。すごい、見てください。いいよ、いいよ。いや、あの、本当は緑茶、うん、いや、本当はだからな。悪いですね、すごい。遊ばれてますね、なんか。ねえ、すごい。その肌の黒さはヒサロですか、純正ですか。純正。これノーマルです。ノーマルですか。でもね、グラデーションになってるんですよ。あ、じゃあそっち、運転焼けみたいな感じ。うん、純正よ。挙句肌の黒さとかおちょくられで出しました。私は肌黒いのが羨ましいから聞いたんですよ。サロンに通い詰めてる身としては。でも直樹さんのその黒さはギャル的にはどうなの。ギャル的にはめっちゃいいですね、白いより全然。これ売り切れで当たり前。俺もこれも3本目ですから。本当ですか。そう、リアルリアルに。すごい。どうなりました？なんと、ももちゃんがタイヤを貸してくれることになりました。本当にありがたいです。頑張って弾いてるんですけど全然効かない。どうしよう。多分ブレーキの多分あのメーカーとか種類とかもうちょいいいドリフト用の効くパッドとかシューとかにしないといけないので、まあこれは次ですね。今日はこれでやらなきゃいけないんで。元気ですか。これ一番それは何ですか。それは何ですか。肩叩きです。肩叩きのために中村監督一生懸命やってくれたんですか。まみちゃん、これさすがにやばいよ。やばすぎでしょ。絶対やべえよ。良さそうやね。全然いい感じやったな。え？いや、良かった、すごい。うん。大事ですね、延長。延長最高やね。これ。ちょっと長すぎるな。もうちょっとあれなやつがあればね。ありがとうございます。
今さ、なんかうまくドリフトできてる、まあ角度変わったなとかさ、はい、もうやってること、うん、直樹さんも私もみんな一緒なわけよ、はい、あとは車速が高くなって減速がちゃんとできるかとかそういうだけの話だから、はい、いちょっか、はいはい、まだね、せーの、サイド、そう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 、お上手、惜しい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 、ああいう時にさ、ちょぴっと横向いてる時にちょぴっと減速をブレーキでしてあげるといいね。じゃあ加速します。そんな知ら、1分なんて知らなかった。ちなみにフードって、はい、閉めた方が意外に風いい。え、なんかこの間も言ってましたよね。で、はい、切ったら開けとく。あ、なるほど。じゃあ走り終わって1分ぐらいエンジンかけてバッて開ける。あ、わかりました。これ走った後すぐエンジン切っちゃうとダメなんで、エンジンつけたままここボンネットは閉めといて、で1分ぐらい経ったらエンジン切って、でボンネット開けるっていうのが一番いいらしいです。知らなくてずっとエンジンかけてました。ガソリンの無駄、めちゃくちゃガソリンの無駄。リカちゃんは今から3発振りという、向こうの長いストレートをドリフトしてつなぐ、教えをします。だって彼女は今一番やっぱり技術力としても高くて、まあ、一つ次の段階へ、進ませたいと思います。彼女は結構言うとすぐできるんで、おそらく3発振りもすぐできてしまうんじゃないかと思います。楽しみです。してみましょうか。はい、そうだから要は、まあ、3発じゃなくてまず2発立ち上がって、はい、こっちとこっち、はい、だったらいけそうでしょ。はい、こっ、あ、なるだけ左から行ってこう振ってみる。はい、おはようございます。暑い暑いね。タイヤ交換、タイヤ交換、うん、ちょっと寒い、日焼け止めを、日焼け止め重要ですね。日焼け止め大事、マジで縁がない。マジでジャッキ持ってきたんですよ。ジャッキ持ってきたらしいですよ、うん、めっちゃ重いんですよ。頑張れ。アクセル、ハンドル離してアクセル抜いたときは、はい、離す、はい、踏むイメージ見といてね、ハンドルとかね。ちょっと強めに踏んどいて、こう反動でこういう感じの反動で、
ほっぺ大丈夫？熱い。記憶なくて気づいたら病院で点滴されてました。そうですね、熱中症気をつけます。ありがとうございます。いただきます。知りたいよ。手の感覚がなくてなんかしびれてて走れないよ。こんにちは、田中美恵です。今回、DGB を、離れることになりました。前回熱中症でちょっと運ばれちゃって、で体調面がちょっと良くなくて、なんか自己管理を担当できてなく、いろんな人に迷惑かけちゃって、これからも続けて DGB として続けていくことがちょっと難しいかなという話になり、離れることになりました。メンバーのみんなはすごい、ライバルだけど、すごいみんないい人たち、いい子たち、優しかったり、それこそ熱中症に倒れた時もみんな助けてくれてて、駆け寄ってくれて助けてくれて、本当にいい人たちに出会えたなと思いました。ライバルだったけど、なんかみんながいたからこそ頑張れるというか、もっとできるって、こう自分を高めれる存在だったのかなって思ってます。私自身もここで辞めたくなかったですし、もう本当に自分の自己管理能力が低かったのが本当に悔しかったし、もっとやりたい気持ちしかないんですけど、こう倒れてからずっと4日間ぐらいお母さんとか周りの方と相談してて、そのいっぱいたくさんの方にご迷惑かけてしまったのはかけてしまったし、多分これからはもうないようにするって決めてたんですけど、また倒れてしまうかもしれない、わからないから、また自分の命をかかってるから、迷惑かけてやっぱかけるのが心苦しいから、すいません。こう迷惑かけるってしまうぐらいなら、やっぱ一人で一からやり直した方がやり直すのもあるじゃないって言われて、
な、それもそうだなと思って離れる決断をしました。でもさっきも言った通り、この車好きなのは変わらないし、ドリフトも好きだし、これからもやっていきますので離れるけど変わらず頑張ります。DGB のメンバーのみんなもスタッフさんもみんなも体に気をつけて頑張っていただきたいです。ありがとうございました。